皆さんこんにちは。卓球ライフサポーターの岡 P です。今回も動画をご覧いただきありがとうございます。今回のテーマはこちらです。岡 P 的な卓球の考え方についてお話ししたいと思います。よろしくお願いします。ですね、まあまあ僕岡 P 的って言っても、まあみんな言ってることと似てるのがまあただただありますので、僕の特別なことじゃないっていうふうにだけご理解くださいね。まず卓球の主役は何だろうっていうところをお話したいなと思います。卓球の主役何だと思いますか？自分じゃないんですね。ボールさんです。卓球はこのボールさんが相手のコートに入ったら点につながります。このボールさんが入るという結果によって得点が動きます。なのでボールさんが主役っていうことをまず頭の中に入れてもらうといいかなって思います。じゃあこのボールさんを操るのは誰って言ったら、自分で、ラケットさんです。ラケットさんがボールを操ります。で、これから究極的なお話をするんですけども、ボールこう飛んでくるじゃないですか。いろんな回転かかったり、威力とかね、スピードとか、いろんなのが来ると思うんですけど、曲がったりとかでも。でも、ラケットさんが、そのボールさんに対して気持ちよく動いたら、100% 入るんですよ。このラケットさんが気持ちよく動けばいいんですよ。そこでこのラケットさんを扱っているのが誰かって言ったら自分になってくるんですけど、この自分自身がラケットさんの行く手を邪魔しちゃうんですよ。それがミスにつながるっていうのを頭の中に入れてもらうといいかなって思います。で、あるいはよく例えばフォアとか言って最初初心者の方とかこうやって打つんだよってフォームとか教えてもらうと思うんですけども、そのフォームっていうのもその体の使い方っていうよりも、そのボールに対してのラケットさんがどう動いてるのかっていうところに注目してあげるといいかなって思います。で、このラケットさんを操る自分なんで、一つの問題がグリップになると思うんですね。で、よくどうやってグリップ考えたらいいんですかとか、どうやって握ってるんですかとか言って言われるんですけど、それぞれです。本当人それぞれにグリップ変わってくるんで、全然いいと思うんですよ。で、ただただ、こう、ガチッと決めてしまうと、固定しすぎちゃうと、ラケットさんが気持ちよく動く幅が狭くなると思うので、それに対して、ラケットさんが動きたい方向に対して、グリップが、例えば、フォア、まあ、基本的にこう、まっすぐにしましょうっていうふうに言われると思うんですけど、フォアハンドだったら、この、手の位置はこのままで少し、ちょっと外向くとか、バックだったら、こっち向くとか、いうふうにしてやってもいいかなと思います。普通にまっすぐのままこう、バック打ってもいいんですけど、こっち向けた状態でバックやっても全然 OK ですね。で、よくそこに聞かれるんですよ。じゃあ、バック打ちやすいグリップ。で、突然フォア来たらどうするんですかって対応できないじゃないですか。うん。このままだと全然違う方向を向いてるんで対応できないんです。ここでグリップ固めてしまうと向かないです。なので、ラケットさんが動きたいように握らなかったらいいんですよ。ただ持ってれば。そういうふうに僕は解釈をしています。で、握るんじゃなくて持てばいいので、体的に言うと手が柔らかい方がいいですね。手が硬いと、まあ、緊張してると、このパーの形になりやすいんですね。パーの形になっていると、当然ラケットさんはこう握らないといけなくなっちゃうんですね。でも、手が柔らかいと必ず軽く握る状態になるんで、そしたらそのまま
スポット入れてあげればいいかなと思います。ペンも一緒です。開いてグッて握るんじゃなくて、手が柔らかい状態のままスッと入れてあげるっていう風に握ってあげるといいかなって思います。そうするとなんか人差し指引っ掛けた方がいいとか、親指深く持った方がいいかなとか、浅い方がいいかなとか、なんか自分の中でこのラケットさんが気持ちよく動く感じの柔らかいグリップっていうのがなんか見つかると思います。まあシェイクでも一緒です。あの深く持ってる人もいれば、こう浅く持ってる人も、トップ選手の中でもいろいろそれぞれいますけども、手が柔らかい状態でただただ自然にそっと持った状態でやってあげればいいかなって思います。まあでもこれもあのいろんな考え方があるんで、僕の言ったことが全てじゃなくて、まあとにかく手を柔らかくして自然にふっと持ちましょうっていうだけです。その方が体の、あの負担とかもかかりにくいと思います。で今体の負担っていう話をしたんですけども、グッて握っちゃうと当然そこに力が発生するんで、負荷がどこかにかかるんですよね。例えば今グッて握ったら当然手に力入ってるんですけど、それによって肘のとことかも力んで硬くなってくるし、当然肩も硬くなってくるんで、この中でガンって腕だけでこう振ろうってすると結構負荷かかるんで、またその幸せがどこかに違うところに行ったりとかして何か故障の原因になるっていう場合もただただあると思います。なので力抜いた状態でふと使う、ふと持つ。であと卓球というのはあの用具のスポーツでもあるんで、飛ばしたかったらそれに合わせた用具、ラバーとかラケットとかを選んでくれればいいかなって思います。このオカピンの線型はこのペン、今はペンのドライブ、まあちょっとの間のカットマンもやってたんですけど、ペンのドライブマンなので、フォアたくさん強く飛ぶっていうのをラケットをチョイスします。ラケットもあのカーボン入りですね、あの V カーボンっていうのが入ってるラケットで、でラバーの方もハイテンションの特圧のやつを使ってます。でただこの今リメンもやってるんですけど、なかなかこれがね難しいんですわ。もう12年ぐらいやっとるんですけどね、やっとちょっと使えるようになってきます。センスナイス、本当センスで片付けていいのかわからんですけど、そのなんかねロックしちゃって体がね動かないっていうのが分かって、で力抜いてなんか最近やれるようになってきたんで感覚出てきましたけど、でやっぱ上手じゃないんでコントロールしやすいっていう風で、少し柔らかいやつギュンっていかずに、自分がちょっとちょんってやったらちょっと個性描いてくれるようなラバーっていうのをチョイスしたりしています。でそういうのもあの力任せとかあの柔らかくとかなんかいろいろやってたら、もうちょっと飛びたい飛ばしたいなとかいろいろ出てくると思うんで、そうするとあの筋肉トレーニングとかもいるんですけど、いると思うんですけど、なかなかすぐ筋肉つくのが難しいんで、まあ、用具の力を借りたりとかするのも一つの方法じゃないかなって思います。ちなみにオカピーは筋力トレーニング一切しておりません。すいません、うん、あの僕はあの武術的な身体操法っていうのを使おうとしているので、その筋肉じゃなくて体のその骨とか骨格とか関節とか、あとあの重力を使ったりとか、そういうのをあの今習ってやっていますので、ちょっと筋肉はその後っていう風で考えて取り組んでおります。まあ、何かあの一つヒントになればいいかなと思って今日お伝えさせていただきました。あの僕の動画はこうやって、まあ、最近だといろいろ語りだけの動画で、聞き流すだけの警戒話ということで、心理的なお話と、あの最近ですとあの僕の練習試合のゲーム練習の動画も上げさせていただいております。あとこれでちょっと僕の中の卓球の考え方っていうのも少しお伝えするようにして、技術動画っていうのもちょっと増やしていこうかなって思っておりますので、あのご期待してください。でもしよろしければあのいいねボタンと、あとチャンネル登録の方もよろしくお願いします。
また次回はそうそう、 P4 マッチですよ、言うの忘れました、ちょっと宣伝ですよ。あの7月の7日日曜日に、あ、日曜日土曜日か、あ、日曜日か、あ、すみません、ちょっと忘れて、7月7日ですわ、あのお昼の1時から穂積み中の体育館にて、僕の冠試合オカピー杯 P4 マッチ in 岐阜ということで、あの P4 マッチという試合システムを使って、あのこれすごいんですよ、あのレーティング、自分のレベルに合った人たちとしかやらない試合なので、いきなり最初からクライマックス、なんか聞いたことあるフレーズですけど、あの仮面ライダーね、電話大好きなんで、そう、最初からクライマックスでもういきなりガチンコ試合を4試合楽しめるようになっておりますんで、ぜひぜひあのまだエントリー受付中ですんで、 P4 マッチであのアカウント登録してもらって、そこから大会情報を開いて、第1回オカピーファイ、7月7日のオカピーファイ大会登録をしてもらえるといいかなって思います。その時のね、試合の模様とかもあの動画できたらいいかなって思っております。あとですね、あのその P4 マッチなんですけど、鳥取県でも予定しておりますので、そちらの方もしっかりあの詳細決まり次第連絡したいなって思っております。今回は以上になります。ありがとうございました。